ありがとうございます。こんにちは、ズイ,イです。それでは今回なんですけども、スマホ決済使い分け派のメリットやデメリットを解説ということで、現在たくさんのキャッシュレス決済があると思うんですが、まあその中でも僕の動画でもよく取り上げてる PayPay や楽天ペイなどのスマホ決済ですね。まあそのスマホ決済を日常的に使われている方は、普段使い分けて利用しているか、もしくは一つだけに絞って使っているのか、まあそれについてのメリットやデメリットを僕なりにサクッとお伝えします。ちなみにこの動画では、スマホ決済を使い分けて利用するメリットやデメリットをお伝えします。まあそれではまず、スマホ スマホ決済を使い分けけデメリット編からなんですけどもまず一つ目は、使い分けが面倒と感じる。まずこれが最初に来るのかなと思います。しかもまあ、誰しもがスマホ決済を使ってると経験することかなと思って、一番目に持ってきました。いや、ほんと現在では、先ほども言ったような、そのペイペイとかラインペイなどのスマホ決済に関しては、かなりの数が多くなりましたもんね。毎度キャンペーンがあるたびに、あれで決済をしたりとか、これで決済したりっていう考える時間が取られます。 僕はスマホ決済の慣れるためということで、まずは PayPay ペイペイとか身近な l i n e イとかを使い始めたので、もしまあ使い分けが面倒だなと感じることがある方はですね、まあある程度数を絞った方がいいのかなと思います。 僕自身はキャンペーンとか思い出すために毎週の日曜日の20時にアップするキャンペーンのまとめ動画である程度何が開催されているかっていうのを把握するようにしてます。なのでまあどれで決済しようかなと迷った場合はぜひですね、毎週僕が上げる日曜日の20時の動画を見て少しでもまあ参考になれば幸いかなと思います。 次、デメリット二つ目なんですけども、管理が難しいということですね。まあ、これは先ほどの使い分けに関連するんですが、使い分けて使ってると、本当に管理って大変ですよね。まあ、現時点のスマホ決済では、銀行やカード関連のキャンペーンを含めると、大体まあ10、10%から20%の還元のキャンペーンが開催されているので、まあ、その都度いろんなスマホ決済を利用するので、まあ、それがちょっと厄介なところではあります。ちなみに、そういう時は、僕の場合は、家計場アプリのマネーフォワードというアプリを使ってます。まあ、対応してないものも結構あるので、 その際はもうちゃちゃっとメモをしたりします。もしですね、視聴者さんの中でこのアプリおすすめですよなどがあればコメントください。で、スマホ決済を使い分けることのデメリットは以上で、次は使い分けることのメリットについてですね。 一つ目は、場合によっては高い還元率を受けることができるということですね。まあ、使い分ける理由の一番はここかなと思います。まあ、以前に比べて還元率は落ち着いてはきていますが、やっぱり使い分ける最大のメリットかなと思ってます。まあ、まあ僕の場合は現時点では、水穂銀行と JCB の20%還元をメインで使って、まあランチとかの飲食店とかに行くときはペ、PayPay ペで街角 Pay ペペの対象店舗で使ったりとか、あとはまあ、たまに楽天ペイという感じですね。まあ、なのでキャンペーンによって結構直立 ちょっと使い分けてます一応、なるべく高い還元率で使えるように、まあもしくはこう決済できるような場所で意識して使っています。 次、二つ目のこう、使い分けるメリットなんですけども、様々なスマホ決済の機能面に触れることができるということですね。まあ、ここ、再議になっては、機能面に関しては結構似たり寄ったりな傾向ではありますが、やはりそのスマホ決済じゃないと、ないこう、機能があるかなと思います。まあ、いい例で言うと、無料送金アプリのプリンとかいい例かなと思います。まあ、もう僕の動画を見てくれてる方ならご存知かと思うんですが、このプリンは、まあ、送金も魅力的なんですが、やっぱりこう、なんといっても、セブン銀行 ATM で1日1 一回までであれば、キャッシュカードなしで出金手数料が無料で現金を引き出すことができます。なので、まあ、スマホ決済によってはそのアプリしかない機能などもあるので、まあ、そこがやっぱり使い分ける魅力的なところかなと思います。最後三つ目はいろんな場所で幅広く利用ができるということですね。やっぱりこう、いろんなスマホ決済を入れてると、まあ、それなりにいろんな場所で決済ができるので、まあ、ある程度こう、それをうまく使い分ければ、利用する幅も本当に広くなるかなと思います。まあなので ここれれを1つに絞っってたらもううああそいいけないあれはいけなななはとかなっちゃうのでまあ、そんなこんなで今回はスマホ決済を使い分けることについてのメリットやデメリットについてお伝えをさせていただきました。まあ、他にもありますが、これはまあ僕が実際に体験したことをそれなりに簡単にまとめてみました。呼び方がちょっとわからないので、勝手にこう、使い分け派、もしくは、一つに絞っていることを統一派とう呼んでるんですけども、今この動画を見てくれてる視聴者さんは、使い分ける派、もしくは 1> は一つに絞って使う統一派どちらですかねまあ、もしかしたらこれに関連する動画で一つに絞って使う統一派のメリットやデメリットもまとめてみようかなというふうに思っていますということでまあ今回の動画はここまでにしたいと思いますご視聴どうもありがとうございました